最近やればいい。来客がめっちゃヘリコプター通っちゃったんだけど田中大プロです。わざわざ南まで来てくれました。来ちゃいましたじゃあいい。今日は北があんまり良くないんだっけ。今日はちっちゃかったです。ちっちゃかったんだ。膝ぐらい。こっちもちっちゃいけどまだ北よりはできそうだ、うん、人もいないしね。今日昨日はめっちゃ雨降ったから水がめっちゃ、ね、はい、千葉北みたいな海です。珍しく今日はね、ブルーじゃない。あ、本当だね、あれでかくない？本当だ。海です。今日はちょっと涼しくて良さそうですね。建設は新井博人選手を応援しています。今日はコナミなんで2人ともコナミボードですね。コナミボード持ってきました。ナイキアルメリックだ。サイキアルメリックのって、これは CI2 プロテンモデルのスワローで、コナミの時とかヤオチアンカーが乗ってファイナルファイブローワンの、エンドサーフィン見て、まあ、オーダーしたで、これインドネシア持ってきました。これ持ってってない。持ってってないやつ。これ短いんだよ、ちょっと5-7で幅広めでこう、ちょっとで、フィンめっちゃちっちゃくして、これグラムですね。グラムフィン。やば。やっぱコナミの時、グラムの方がちっちゃい方がいいですか。あとスワローじゃなくて、スカッシュだと結構ちっちゃいやつが。ああ、そういうことか。最近これ調子よくて使ってる。でもまあもうちょっとサイズ大きくなったら普通の変化。スモール、まあ、スモールみたいに言っても。スルイブリセッションは。スルイブリ。スルイブリ、スルイブリ。あ、違う、ニアスだよね。あ、ニアスやった？あ、そうなんだ。セッションはやってないかも。確かに朝一のニアスで超暗い時にやったから一本乗れるか乗れないかみたいな早朝のそう。まあ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 結構はないけど、いいでしょ。いい寒くないの、シーガルは。寒いよ。寒いよね。言ったやん。言ったやん。言ったやん。ちょっとやってきます、それ。はい、行ってらっしゃい。今日はかなり涼しいです、海が。ちょっと、暑い時は熱中症対策しないと。え？だし。え？カメラに喋ってる。ごめん。大丈夫。そう、でも夏は朝と朝一と夕方だけかな。今の時期はまだ涼しいんでいいんですけど、これからはやばそうなんで気をつけて海の時間楽しみたいと思います。いつもサポートありがとうございます。
疲れ様です。お疲れ様です。あやこさん、そうでしたね。全然崩んなかったよ。ほんずっとここのでさ、うん、ハッピーだった。ほんと、うん、今ちょっと眠くなって、今さっきおしゃぶりあげたぐらい。気温がちょうどいいのかな。めっちゃ涼しい、ね、むしろ寒いぐらい。ちょっと長ズボンでも平気そう。確かに、うん、平気そうだね。海冷たい？冷たい、普通に。今ちょっと海パンの人が入っていて大丈夫？やばい、やばい。大丈夫か？気合入って。結構波あったくない？まあ、そんなことないの？まあまあ、柔らかいんだよね、結構。すごい力がないっていう。でも、まあ、よくはないけど、全然できる。ね。お疲れ。お疲れ様。ちょっと行った。結構乗ってたね。人少ない。人はいない。千葉北から来た人。確かに乗れる本数が違うよね。土曜日の人の量だ。まあそれは間違いない。そうだね。最近さらに少ないしね。確かに。帰ってきてから行きましょう。曇ってるけど結構。ねえ。ドヨーンとしてる。寒くなかったそれ。違う、水着着たい、全然やばいですね。冷たいんですよ。多分 3度ぐらい違うと4度。昔から全然だって吸い殻だったら余裕ですよ。これ裸で入ってる。裸は早いです。冷たい。まあでも、まあ、2人で楽しくできたんで、ね、よかったです。よかった。来た会話ちょっとあったけど。そうだよ。ちょっとね、波ある日に来れば。ね。ねえ、また来て。やろう。今度は、はい、気持ちです。あ、確かに。こんな感じで、はい、ファンセッションは終了です。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。